皆さんこんにちは、 BJ のウクレレ講座です。今回はですね、 BJ の18枚目の CD ウクレレルームに入ってます僕は幸せ、これをバリトンとレギュラーチューニングでウクレレディオで、アレンジしてみました。今回はその中のバリトンチューニングの方、の弾き方解説をしてみたいと思います。まずは曲の方をですね、聴いていただきたいと思います。多分流れますので一緒に楽しんでください。それではどうぞ。はい、聞いていただきました。僕は幸せ。それではバリトンウクレレの方を解説してみたいと思います。こちらは伴奏になっておりまして、BJ は親指1本でですね。なんて弾いてるんですけども、4弦を親指が担当して、3弦を中指。で、1弦、2弦を薬指、小指で、それぞれこう担当する感じ。やっていただいてもいいと思います。どちらでも弾きやすい方で弾いていただくといいと思います。はい、それではですね、いきましょう。そうですね、こういうアルペジオの場合はですね、弾く順番に押さえていってください。まず次 D マイナーのところ、4弦開放入れてる間に3弦の2フレット準備して弾く。で、次1フレットと3フレットでこう弾く、はいって感じですね。で、次こうですね、はい、ですね。はい、イントロはこれで終わりです。はい、それでは A メロの部分からいきますね。この B フラットのところは、バリトンですと小指、薬指、中指でこういうふうに押さえていただいてもいいと思います。こうやって押さえてもいいんですけど、バリトンだと幅が広いので男性でもこうやって押さえられるかと思います。
これで1コーラス分ですね。で2コーラス目も同じように弾いてください。はい、こうやって1個ずつバラして弾いていくとそんなに難しい感じではないと思うんですけども、コード内では音を切らずにつなげるというところがミソですね。こうですね、ここでこうやって切れたりすると、味気がなくなるのでずっと切らないように注意して、弾いていただくといいと思います。こうですね。で最後になりますけども、はい、でこっからまたイントロに戻って同じ繰り返しになります。はい、これ割とですね、制覇をしたりとか指が動きますので、コツとしましては力を入れすぎないということですね。ぐーっと力入れるともう手がしんどくなってきて最後までワンコーラス続かなくなりますので、手をなるべく優しく抑える、最小限の力で抑える、弾く方は普通に弾いてくださいね。これ抑える方です。力を弱くじゃないと、こうやってぐーっと力入れてるともうこの辺ぐらいで疲れてきますので、疲れないように優しく弾いていただければいいと思います。でリピートしてまたイントロから最後まで行って、最後はゆっくりとこうやって振っていただくとビブラートがかかりますので、いい雰囲気が出るかと思います。バリトンですね、これまあなかなか普段のウクレレと違って中低域の温かい音が出ますので、ソプラノコンサートテナー3本揃えた方は次はバリトンを狙ってみてもいいかもわかりますね。いろいろアンサンブルできて楽しいと思います。動画の最初に聞いていただきました僕は幸せ、これカラオケになっておりまして、音が左右にちょっと微妙にセンターから聞こえるんじゃなくて左右に振ってあります。で自分が演奏したい方の楽器の鳴ってる方のヘッドホンを外すと DJ と一緒にアンサンブルすることができますので、それも楽しんでください。はい、僕は幸せのバリトン伴奏の方の解説をいたしました。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。